瞬きするなは BBC1 で2007年6月9日に初めて放送されたイギリスの SF テレビドラマドクターフー第3シリーズ第10話ヘッティ・マクドナルドが監督を務め2007年のシリーズでは唯一スティーブンもファットが脚本を担当したエピソードである本作は以前もファットが執筆した2006年ドクトルフー・アニュアルの短編ホット、 I did on my Christmas holidays by サリー・スパローを原作とする。別放題はブリンク。本作ではタイムトラベラーの異星人10代目ドクターが1969年に囚われ、彫像のような嘆きの天使からターディスを守るべく2007年に暮らす若い女性サリー・スパローとコミュニケーションを取ろうとする。スパローと彼女の友人の弟、ラリー・ナイチンゲールは DVD のイースターエッグに残された、取り残されたドクターからの時を超えた不可解な手がかりを解読しなくてはならない。ドクターと彼のコンパニオンであるマーサ・ジョーンズの出番は非常に少なく、このため、瞬きするなはドクターの登場が少ないエピソードであるとされ、別のエピソードと同時に撮影することが可能となった。ウェスター・ドラムリンズ・テでデのシーンはニューポートに所在する。 放棄された家で撮影された。嘆きの天使を制作には二人の女優が特殊メイクと装具を施した。本作はイギリスで662万人の視聴者を記録した。まばたきする名は、批評形から幅広い絶賛を受け、番組の最高のエピソードの一つであると広く考えられている。モファットは、英国アカデミー賞、テレビクラフト賞とバフタ、 ウェールズ賞で最優秀作家賞とヒューゴー賞、映像部門短編部門を受賞し、サリース・スパロー役を演じたキャリー・マリガンは2007年の SF テレビエピソードにおける最優秀女性パフォーマンス部門でコンステレーションアワードを受賞した。2009年には本作はドクトル風マガジンの読者による投票で、ドクター風の人気エピソードで第2位に選ばれた。 スティーブンもファット、瞬きする名は、スティーブンもファットが、脚本を担当し、ストーリーの一部は、ドクトル・フー・アニュアル2006でもファットが執筆した9代目ドクターの、ショートストーリー・ホワット、アイディド・オン・マイ・クリスマス・ホリデーズ・バイ、サリース・スパローを元としている。このショートストーリーは、おばの家を訪れた際に過去からのドクターの、存在証拠に遭遇した12歳の少女サリーの、 宿題のエッセイの形式を取る。ショートストーリーには、瞬きするなで再利用された要素がいくつかあり、例えば壁紙の下のメッセージや書かれた台本に基づいて VHS に録画されたサリーとドクターの会話やを含む因果のループが挙げられる。しかし、ショートストーリーでは嘆きの天使ではなく事故で、ドクターとターディスは20年離れ離れになり、ドクターはサリーにターディスを 過去の自分へ送る方法を指示できた。モファットは家族と過ごす休日の間に墓地の天使像を目にして以来嘆きの天使のアイディアを思いつき、後に静寂の図書館と影の森となる第四シリーズのエピソードで使おうと計画していた。しかし、 第3シリーズの2部作の脚本担当を退いた後、モファットはドクトル・ライトのエピソードの執筆に志願し、瞬きするのとなるエピソードで、嘆きの天使を使うことを選んだ。また、モファットは、彼が常に恐ろしいと感じていた子供たちに、人気のゲームダルマさんが転んだにインスパイアを受け、それに基づいて、本作を執筆した。シリーズの作曲担当である、マレーゴールドは後に、 スティーブン・キングのホラー小説、シャイニングで幽霊のように動くトッピアリーの動物と嘆きの天使を対比した。瞬きする名は、スピンオフ作品から同じ作者により、ドラマエピソード化されたものとしては、ポール・コーネルの1995年の小説、ヒューマン・ネイチャーからエピソード化された、ジョン・スミスの恋、ファミリーと永遠の命、ロバート・シェアーマンによる2003年のオーディオドラマ。 ジュビリーから前提となるシチュエーションと複数のシーン、会話の一部を使用したダーレック孤独な魂に続き、新シリーズで3作目となる。瞬きするなはドクトルライトなエピソードであるとも言われ、これはドクターと彼のコンパニオンの出番が非常に少ないためである。このためダブルバンキングというプロセスとして知られるように、2つのエピソードを同時に撮影することが可能となった。 この取り組みは2006年のエピソード、エルトン君の大冒険で始まり、後に、ミッドナイト、運命の左折や、無情に流れる時間で採用された。瞬きするなが不人気だった場合はその責任を、エピソードのドクトルライト構造に押し付けることができるため、モハットは、本作の脚本を執筆する際にリラックスしていた。 番組の過密なスケジュールゆえ、瞬きするなの脚本会議は一度しか行われなかった。サリー・スパロー役を演じた女優キャリー・マリガン。写真は2018年12月、瞬きするなは、ヘッティ・マクドナルドが監督を担当し、これは、ザ・マール・オブ・ザ・ラニーライ初めて女性が、ドクター・フーのエピソードを監督したケースとなった。シリーズのエグゼクティブプロデューサーである、ラッセル・ティ・デイビスは後に、 マクドナルドの監督により、エピソードにはこれまでで最も美しいビジュアルがあると、コメントした。サリース・スパロー役には、イギリスの女優キャリー・マリガンが選ばれ、彼女はシリーズにキャスティングされたことで有頂天になったと、いう。当初彼女は10代目ドクター役のデイビッド・テナントの、出演が少ないことを憂いでいたが、エピソードの放送後には、その結果に非常に喜んだ。 警察署のガレージのシーンの撮影は、カーディフ湾のコールエクスチェンジと、マウントスチュワートスクエアで2006年11月21日に行われた。ウェスタードラムリンズ邸には、ニューポートのフィールズハウスが使用された。この屋敷は撮影チームが到着した時にはすでに放棄されて破損しており、モファット曰く撮影のために改装する必要がほぼなかったという。後に彼は、 この場所を今まで見た中で最も身の毛のよだつ家だったと述べた。ウェスター・ドラムリンズ系の名前は、モハットが1990年代後半に住んでいた以前の住居にちなんだ。登場人物のラリーは、ウェスター・ドラムリンズ系をスクービードゥーの家と表現しており、これはアニメ、スクービードゥーの一団が普段訪れる、老朽化したマンションを参照したものである。 本エピソードのザ・ BBC ファクトファイルには、マーサとドクターとビリーが飛ばされた1969年は、アニメ、スクービードゥーが初めて放送された年であると記されている。当初、プロデューサーは、若いビリー役も置いた、ビリー役もマイケル・オビオラが演じると考えていたが、メイクをしたオビオラがあまりにも、もっともらしく、見えなかったため、ルイス・マーニーが置いた、 ビリー役でキャスティングされた。当初オビオラはロンドンのアクセントで役を演じていたが、マーニーは強い鉛で演技したため、オビオラは整合性を取るために吹き替えをし直さなくてはならなかった。ビリーはターディスの窓のサイズが本物のポリスボックスと違うと言及したが、2004年に新シリーズのターディスの写真が公開された際には、アウトポストがありフィレイのドクターフギロンフォーラム上で、 ポリスボックスの寸法について激しい議論がなされ、そこでビリーの指摘と同様の文句を口にしたファンもいた。モファットはビリーのセリフがアウトポストガリフィレイフォーラムの内輪ネタであることを明かした。モファットは私は子供の頃からドクター風のモンスターのことを考えていた。そして今やるとアート部門に金がかかりすぎるとジョークを飛ばした。 天使の服の硬い構造を作るために、装具管理者、ロブメイヤーは繊維をファイバーグラス樹脂に浸し、それを塗った。画面上では、嘆きの天使の動く様子は見られなかったが、メイクと装具を保護した、アガ・ブロンスカとエレン・トーマスが、すべての天使を演じ、彼女らは異なる二つのマスクを着用して、おとなしい顔の天使と牙を剥いた顔の天使を演じ分けた。後にブロンスカは、 塗装された部分とコスチュームに接着された部分もあるけれど、すごく快適よ、とコメントした。二人は天子像がじっと立っているシーンでわずかにぐらついていたが、プロデューサーがデジタル処理を使って映像上の天使を固定した。モファットはデッキにひどく喜び、彼らを素晴らしいと褒めた。マリガンは後にその効果に、すごく良い、本当に恐ろしいとコメントした。 天使がタービスを襲う効果を作るため、マリーガンとフィンレイ・ロバートソンはタービスのセットの周りに身を投げたが、カメラの操作者はマリーガンとロバートソンが飛んだ反対側にカメラを向けていた。ドクターがサリーに DVD を介して話しかけるシーンでは、会話を書いてサリーのセリフを除去し、デイビッド・テナントに彼のセリフを読ませることで作られた。モフットはこの一方向の撮影で演技が、 より説得力のあるものになったと感じた。当初もハットはドクターが DVD ショップでサリーの声を聞けると彼女に伝えるシーンがプレースホルダーの会話として台本に書いていた。マリエゴールドは当該シーンを難解なパズルの革新と呼んだ。瞬きするのは2007年6月9日に BBC1 によりイギリスで初めて放送された。当夜の視聴者数は万人で、 タイムシフト視聴者を考慮すると662万人に上った。本作は6月10日に終わる週の BBC1 のエピソードで7番目に多く視聴され、ドクター・フーダ3シリーズでは最も視聴者少ないエピソードであった。評価指数は87を記録し、この数字は素晴らしいという評価を受けた。エピソードの結末の前には、One Year Later というクリップが 初回放送時には挿入されていたが、番組販売版と DVD 版ではこのショットは削除された。瞬きするなとともに、ジョン・スミスの恋、ファミリーと永遠の命を収録したリー・ジョン2の DVD は2007年7月23日に発売され、完全版、第3シリーズ DVD セットととしても2007年11月5日に発売された。 日本では2012年2月25日に、ララ TV で放送された。瞬きするなは、ララ TV での放送時の放題であり、Hulu では、ブリンクという放題で配信されている。瞬きするなは、一般に批評家から絶賛され、演技や脚本、恐怖のレベルや嘆きの天使自体が多く賞賛された。ガーディアン氏のスティーブン・ブルックは本作を、 ドクターとマーサがほとんど登場しないにもかかわらず、最終的に意味が通ずる、素晴らしく恐ろしいエピソードであると評価した。SFX のデイビド・ブラッドリーは、瞬きするな、に五つ星のうち五つ星を与え、以前の、どのドクターでも登場できたといい、その永遠性で、ドクター風史上最も見事で恐ろしく、クレバーなエピソードの一つになるに違いないだろうと、述べた。 イグンのトラビス・フィケットは、本作を10点満点中9.1と評価し、このエピソードにおける演技は、例外的であると注釈しつつも、視聴者にサリース・スパローを馴染ませる脚本とマリガンの力強い演技を称賛した。彼は、短時間にこれだけのことが成し遂げられるとは信じがたい。一つではなく二つの関係の物語が語られ、 複数の時間軸が交差し、新しくそしてはるかに恐ろしい敵がドクターと対面することなく打倒されたと結論付けた。スラントマガジンのロスルーディンガーはこのエピソードが単なるドクター風のエピソードというだけではなく、SF やホラーのジャンルでも素晴らしいエピソードであり、単品でも成り立つと確信した。また彼は恐怖を誘発する嘆きの天使のコンセプトや、 45分という時間で展開されたことを考えると非常に複雑な物語と登場人物の感じやすさを称賛した。デイリー・テレグラフは本作を番組の全期間で最高のエピソードの一つであるとし、ドクターは周囲にいる一方で脅威が増すと論評した。本作についてテナントがドクターを演じた期間で最も良いエピソードの一つと数多くの批評家が考えている。 イグンのマット・ウェールズは本作をテナントの時期で6番目に優れたエピソードであるとし、テビオバーマインドのサム・マクファーソンは2番目に良い10代目ドクターのエピソードに挙げた。ドクター・フーの第6シリーズの後半が放送される前の2011年には、ハフ・ポストが瞬きするなを新規視聴者が必ず見るべきエピソードを千0 0のうち1つとした。嘆きの天使も批評家から絶賛を受けた。 2009年に SFX は嘆きの天使がサリーとラリーに向かって前進するクライマックスをドクター風の歴史で最も恐ろしい瞬間と呼び恐ろしいコンセプトと完璧な監督の身の毛のよだつコンビネーションと表現した嘆きの天使はニール・ゲーマンが雑誌エンターテインメント・ウィークリーで言ったトップ10ニュークラシックモンスターズでその名を3位に連ね tb スクワットでは3番目に恐ろしいテレビのキャラクターとされた。また、嘆きの天使は、デイリーテレグラフにより、ドクター風で、ネスティーン式体とダーレクに続く3番目の悪役に数えられた。2009年に SFX は、嘆きの天使を、ドクター風新シリーズで特に好きなもののリストに加え、スケリスト、モンスターズ、エヴァーと綴った。脚本家、 スティーブン・モファットは、英国アカデミー賞、テレビクラフト賞とバフタ、ウェールズ賞で本作のため最優秀作家賞を受賞した。まばたきするなは、9号賞映像部門短編部門を受賞し、キャリー・マリガンは2007年、SF テレビエピソードにおける最優秀女性パフォーマンス賞でコンステレーションアワードを受賞した。本作は、ネビュラ賞スクリプト部門に、 ノミネートされたが、賞はギレルモデルトロによる映画パンズ・ラビリンスに譲った。瞬きするなは、ドクトル・フー・マガジンの2007年の調査で最高のストーリーに認定された。2009年には、ドクトル・フー・マガジンで、これまでのドクター・風のストーリーで最も素晴らしい作品をめぐって投票があり、瞬きするなは、 ピーター・ディビソンの5代目ドクター役での最後のレギュラー出演となったザ・ケーブス・オブ・アンドラザニーに次ぐ2位となった。2007年に BBC が行った投票では2000人ものドクトル・フー・アドベンチャーズの読者からの票が集計され投票の55%が2007年の最も恐ろしい怪物として嘆きの天使に集まっていた。 マスターとダーレクはそれぞれ投票の15%と4%を占めた。ラジオタイムズが行った2012年の投票では1万人を超える回答者が集まり、うち49.4%がドクター風で最高の怪物として嘆きの天使に票を投じた。2014年にはドクトル風マガジンにより全期間で最も素晴らしいエピソードを決める投票が行われ、 瞬きするのは50周年記念エピソード、ドクターの日に次いで、再び2位の座に就いた。モファットは番組の総責任者に就任した後、第5シリーズで天使の時間と肉体と石を執筆した。この庭は嘆きの天使を再登場させて、よりアクション志向の作風となっており、良いモンスターは違うスタイルの物語にも再登場すべきだと考えてのことであった。 嘆きの天使は第7シリーズのマンハッタン占領でも再登場を果たし、ブルーピーターコンテストで子供たちが執筆したミニエピソードグッドアズ・ゴールドに登場、閉ざされたホテルドクターの時時空の果てで2カメを出演した。ドクター風のスピンオフ作品にも登場は及んでおり、クラス、クラス第1シリーズの最終エピソードで登場した。また、 ジョナサン・モリスによるニューシリーズアドベンチャーズの小説タッチドバイアン、エンジェルにも登場した。ドクターが話したフレーズザ・エンジェルス・ハブ・ザ・フォーン・ボックスは、ラリーが終始的に繰り返し、彼は触発されてこのフレーズを T シャツにしたいと発言した。モファットとゴールドが予期した通り、シンク・ギークやザゼルなどのオンライン小売業者が同様の製品の販売を申し出た。 加えて、ウィブリー、ワーブリータイミーはイミーというセリフもモファットの複雑なタイムトラベルの物語を表現する際に使われるようになり、例を挙げるとヒトラーを殺そう。や、ビッグバンで用いられた。このセリフは第5シリーズの第1話、11番目の時間でも、11代目ドクターが幼少期のアメリアポンドの部屋の壁のひび割れをソニックスクリュードライバーで調べる際に使われた。 BBC アメリカは、ドクターフー第7シリーズの初日に先駆けて4本のスペシャルシリーズを制作し、そのうち1つのタイトルを、ザ・タイミー・ワイ・エミー・スタッフ・オブ・ドクトル・フーとした。2020年には、瞬きするなに登場したウェイスター・ドラム・リンズ・邸を舞台とするゲーム、ドクトル・フー・ザ・ロンリー・アサシンズが2021年春に iOS、Android、n ロイド・ニンテンドースイッチ向けに、 リリースされることが報じられた。同作は、ラリーナ・ナイチンゲールやユニット職員のオズグッドらと協力し、プレイヤーが嘆きの天使に立ち向かう内容になっている。同時に10代目ドクターと13代目ドクターが登場するゲーム、ドクトル・フー・ザ・エッジオブ・リアリティもリリースの予定が報じられており、そちらにも、ダーレクやサイバーマンと共に嘆きの天使が登場する。後者のゲームは、 パソコンプレイステーション4 x b o x o n e 任天堂 Switch 向けのリリースが予定されている。イギリスのタイムロードロックバンドのカメレオンサーキットは、ブリンクというタイトルで本作についての歌を作曲し、デビュー時のエポニムアルバムでリリースした。ありがとうございます。